四国メタンです。積んだもんなのだ。今日のテーマは井出栄作、慶応義塾大学教授の主張する増税論ですわ。解説よろしくなのだ。彼の主張を短くざっくりまとめるとこうなりますわ。数十兆円規模の大きな増税を行い、それを財源として政府、地方政府がベーシックサービスを供給する。ベーシックサービスとは何なのだ。医療、介護、障害者福祉、教育、住宅といった誰もが必要とする可能性のある現物の社会サービスのことですわ。これらを人間の尊厳を保障するレベルで、富裕層も含めて社会の全員に分け隔てなく再配分するべきと主張していますわ。同時に増税は水平的な公平性に優れている消費税を基幹とすることで、富裕層だけでなく貧困層からも公平に徴税するべきと言っているわね。貧しい人から取ってお金持ちに配るのだ。意味がわからないのだ。格差が大きくなってしまうのだ。井出教授は自分のモデルでも格差は縮減すると説明していますわ。詳しく聞かせてもらうのだ。この図は2018年出版の著作「幸福の増税論」からの引用ですわ。年収が200万円の A さん、600万円の B さん、1000万円の C さんがいたとしますわ。課税前の段階で A さんと C さんの格差は何倍かしら？5倍なのだ。そうね。次にここから定率で 25% 税金を取ったとしますわ。そうすると3人分を合わせて450万円の税収となりますわね。これを全員に150万円ずつ再配分しますわ。そうすると A さんと C さんの格差はどうなるかしら？3倍になったのだ。格差は縮小したわね。消費税など定率の税は比例税といって、例えば消費税なら消費した額の大きさに比例して課税されますわ。通常富裕層は多くの消費をするので、こういった格差是正効果を持つのですわ。確かに格差は縮小したけど、まだわからないのだ。全員から取って全員に配らなくても、 C さんから100万円を取って A さんに配ればいいだけなのだ。そうすると一方的に税を取られるのみで受益のない人と、一方的にサービスを受けるのみの人が生まれることになり、社会が分断されると主張していますわ。再配分の罠という言葉も使っていますわね。再配分の罠。この図は縦軸が相対的貧困率、横軸が政府が国民に給付しているお金の規模を表していますわ。貧しい人にだけ限定的にお金を給付している国が左に来ていて、貧困率の高い傾向が見て取れますわ。本当なのだ。どうしてこういうことが起きるのだ。社会サービスの給付先を所得制限などで貧困層に集中させると、取られるばかりで恩恵のない中間層以上の国民の租税抵抗が大きくなり、結局は政治が増税を実施できず格差是正もできないと説明されていますわ。確かに負担だけ負わされて何の受益もないのは嫌なのだ。生活保護バッシングは象徴的ですけど、貧困層は恩恵を受けてばかりでずるい。自分だって生活は楽ではない。死ぬ気で働いて出費を切り詰めて、なんとか高い税金を払っている。なのに社会サービスは自己負担ばかりだ。それに対して貧困層はあんなに怠惰な生活をしていながら、医療も学校もタダで毎月現金まで受け取っている。許せないという弱者への憎悪を煽ると言っていますわ。ひどい話だけど気持ちはわからなくはないのだ。また一方的に給付を受ける側も人間としての尊厳を傷つけられると言っていますわ。自分がいかに貧しいか、働く能力がないのかを自ら申告し、役所に厳しく審査され、その審査を通過し本当に貧しいものであると烙印を押された人だけがようやく施しを受ける。こういった給付のあり方は極力小さくした方がいいと言っていますわね。確かに辛いのだ。普遍的に現物サービスを配分すれば、こういった分断を減らし、さらに言えば所得審査が不要になることで行政も効率的になると言っていますわね。
また、今の日本は一部の貧困層だけではなく、社会の多数派が貧しくなっているとも言っていますわね。この図も幸福の増税論からの引用ですわ。富裕層が減って世帯収入400万円未満の層が増えているのだ。世帯収入400万円未満の世帯が全体の 45% になっていますわ。約半分なのだ。年収400万円だと手取りで350万円程度ですわ。子供を育てて大学まで行かせようとすれば相当厳しいはずですわ。そして300万円未満の世帯でも 31.2% になりますわ。ちなみにこの間、共働き世帯は増加していますわ。働き手が増えているのに世帯収入は減っているのだ。また家計貯蓄率もここ数年上昇傾向を見せているものの、70年代に 20% を超えていたことを考えると大きなトレンドとしては減少していますわ。そういえば貯蓄ゼロの家庭が増えているとニュースで見たことがあるのだ。このような状況だから限定的な貧困層のみを救済するような政策は多数派に支持されない。中間層以上も含めた全員に分け隔てなくサービスを給付し、同時に税の負担も全員で分かち合うべきだという主張ですわね。サービスが普遍的であれば他者へのサービスが手厚くなることと自分へのサービスが手厚くなることが同じことになりますから、人々は連帯できると言っていますわ。でもやっぱり消費税はきついのだ。税率はどれくらいになるのだ。一例として幼稚園、保育園、大学、義務教育の学用品等の自己負担、医療、介護、障害福祉の無償化、そして福祉職の待遇改善、基礎的財政収支の赤字解消、これらをすべて行うにはおおよそ30兆円強の財源が必要となり、仮に消費税だけで全てを賄うならば 11% の増税となるそうですわ。幸福の増税論出版時点で税率は 8% でしたから、消費税率は 19% になると言っていますわ。ものすごい重税国家になるのだ。ただ国際的に見ればこれだけ増税をしても OECD 加盟国の平均に届くか届かないかくらいの国民負担率にしかならないそうですわ。これまでの日本はそれだけ小さな政府だったということですわね。国際的に見たときそうでも、昔から日本に住んでいる身からしたら 19% はきついのだ。税抜き価格よりも約2割も高くなるのだ。所得税など他の税の増税と組み合わせたり、財政再建を先送りすることでこの税率は減らせるとは言っていますわ。ただ消費税は絶対に外せないとも繰り返し主張していますわ。広く税の負担を分かち合うためなのだ。それもありますし、他にも税収調達力がずば抜けているからとも言っていますわね。税収調達力なのだ。例えば所得税は累進課税ですから、所得階層ごとに税率が違ってくるのですが、仮に全ての税率区分で 1% 増税をすると約 1.1 兆円の税収になるそうですわ。これは大きな額ですけれど、消費税なら 1% で約 2.8 兆円の税収になるそうですわ。確かに集まるお金が全然違うのだ。ちなみに所得税の増税を年収1237万円以上の層に限定して行うとすると 1% 増で1400億円だそうですわ。この層は人数が少ないですから、お金持ちには期待できないのだ。じゃあ法人税はどうなのだ。企業からもっと取れないものなのだ。法人税は 1% の増税で約5000億円の税収だそうですわ。全然少ないのだ。そうしたら発想を変えて給付するサービスを削るのはどうなのだ。介護はやめて大学無償化だけするとか、若者を優先するのだ。基本的にベーシックサービスはトータルパッケージで行うのが重要と言っていますわ。受益のある層を限定すると分断を生むという理由ですわ。大学に行く人だけ、介護が必要な人だけ、子供のいる人だけ、そういう風に分けると憎悪や妬みを生むと言っていますわ。その意味で
普遍性の高い住宅手当についても提案していますわね。わかったのだ。でも増税の前にやることがあると思うのだ。まずは政府の無駄遣いを是正するのが優先なのだ。日本は一般政府の大きさで見ても、公務員の割合で言っても、もともと小さな政府であり、歳出を削って大きな財源を確保するのは限界だと言っていますわね。自民党の小泉政権でも、民主党政権でも、政権を挙げて歳出の切り詰めを試みてきましたが、大した額は出てこなかった、とのことですわ。そういえば昔、行政事業仕分けとかあったのだ。日本の膨大な財政赤字の原因は基本的に無駄遣いではなく税収不足だとも言っていますわね。財政赤字、そうなのだ。この前、税は財源ではない、財源はすべて国債で賄えばいいと言っている人がいたのだ。そうすれば増税は不要なのだ。それについても反論していますわね。税金を取らずに歳出だけを増やせば貨幣量が増えてインフレになりますわよね。インフレは実質的には増税みたいなものですわ。大きなインフレになったらその時初めて貨幣量を調整するために増税すればいいと言っていたのだ。結局増税をするのであればそれは借金の付け送りでしかない。しかも貨幣量を減らすための増税は給付とセットの増税ではないので取られっぱなしの増税である、トイレ教授は主張していますわ。取られるだけは嫌なのだ。じゃあ逆に減税するのはどうなのだ。消費税や他の税を減税したり廃止すれば財源はなくても手取り所得が増えるし、減税した分物が安くなるので、あれこれ無償化しなくても自分で買えるのだ。信用できない政府に任せるより自分のお金は自分で使った方が自由でいいのだ。そうやって市場経済が活発になれば経済成長も促されて給与所得も増えるはずなのだ。それについては2つの点で反論していますわ。まず、かつての高度経済成長期のような成長はもう無理で所得も大きくは増えないだろうと言っていますわ。経済成長にはいくつかの要素がありますけれど、労働投入量は人口減少の局面にあり、大規模な移民受け入れも政治的に難しい中で急激には増えない。設備投資も90年代後半から企業が生産設備を海外に移転するグローバル化の流れがあり、それが戻ってきていない。生産性についても先進国経済は基本的にサービス産業化する傾向にあり、サービス産業は人間を相手にするので基本的に生産性は低くなってしまう。そしてイノベーション、技術革新はいつ起こるか予測ができない、とのことですわ。厳しい状況なのだ。ちなみに日本だけでなく世界を見てもアジア、アフリカ地域を含めて人口増加は鈍化すると見込まれていますし、2010年代の先進国の経済成長率は平均 2% 程度しかありませんわ。そういう時代なのだ。かつての日本は経済成長により勤労所得を増やし、その所得と貯蓄で必要なサービスを個々人が自分で買うというモデルでやってこれましたわ。しかし現在は成長が望めず所得も貯蓄も減っていますわ。勤労所得を保障するために政府が積極的に公共事業を行った時期もありましたが、その結果政府債務は膨大になっていますわね。所得と貯蓄を増やして自分でサービスを買うという自己責任モデル自体がもう限界であると井出教授は言っていますわね。難しいものなのだ。税金ばかりで何も買えない国に移行するしかないのかなのだ。井出教授は税の消費抑制効果は税の使い道次第で小さくできると言っていますわ。どういうことなのだ。減税論への反論の2点目にもなりますけど、税と貯蓄はコインの裏表の関係にあると話していますわ。減税して軽い税負担にするなら通常社会サービスも低水準になるので、その分貯蓄を増やさないといけないのですわ。貯蓄が増えれば個人の資産が増えるので嬉しいように思うかもしれませんけど、
結局それはリスクや将来への備えとしての貯蓄なので消費に回すことはできませんわ。子供の教育費や老後の備えには手がつけられないのだ。一方で税負担が重く、その代わり高水準の社会サービスが提供されているならば、個人で将来に備えて貯蓄をする必要がなくなりますから、お金を消費に回せるとのことですわ。学費が無償なら子どもの学費のために貯金する必要はなくなるのだ。加えて今まで過剰貯蓄になっていた分も消費に回せるとのことですわ。過剰貯蓄なのだ。人間は基本的に自分がいつ死ぬかわからないものですわ。100歳まで生きた時のために貯蓄していたのに85歳で死んでしまうかもしれませんわ。そうして余らせた貯蓄が60歳の子供に相続され、また同じように銀行に塩漬けされてしまうということが自己責任モデルの社会では起こりえますわ。これが過剰貯蓄、逆に言えば過小消費になるのですわ。お金はどうせなら生きているうちに使いたいのだ。さらにこういった理屈からいで教授は一律現金給付政策にも否定的ですわ。お金をもらえるのは嬉しいけど、将来不安が解消されなければ結局使えないのだ。また現金給付は高い、自分の提唱するベーシックサービスは安上がりで効率的だとも言っているわ。政府のすることといえば非効率なイメージがあるのだ。現金はみんなが欲しがるけれど、サービスは必要な人しか使わないからというのが理由ですわ。介護が不必要な人は介護サービスを利用しませんわ。なので全員に介護のための費用を現金給付する必要はないのですわ。言われてみればそうなのだ。必要になった時に誰でも分け隔てなく無償で質の高いサービスが受けられるように社会的な制度を整えておけばいいという考え方ですわ。そういう考え方もあるのだ。最後にウェブ記事から井出理論を分かりやすく伝える文を引用しておきますわ。人口5万人の自治体があったとしよう。もし1人が10円出せば50万円の税収になり、何百冊という絵本が図書館に入る。1000円で1冊の絵本を家の本棚に飾るのがいいか、たった10円で読み切れないような絵本を図書館に揃える方がいいか、どっちが得だろう。絵本を買えば子供のために1000円が消える。でも税で済ませれば990円を自分たちの好きなことに使えるようになる。うん、理屈としてはわかるのだ。現実がすべて理屈通りにうまくいくかどうかわからないけどなのだ。ちなみに井出教授は多くの著作やメディアなどで今日紹介したこと以外にも様々なことを言っていますわ。今日紹介したことはあくまで一部で、しかも私が理解するところでしかありませんから、その点は承知しておいていただければと思いますわ。わかったのだ。それでは今日はここまでですわ。さよならなのだ。